い、どうも皆さん、こんにちは、ゆきでございます。ということで、本日が5月の15日土曜日、週末、時間がですね、午前10時35分というところで、今日の動画を撮影しております。今日も皆さんに元気と情報をお届けしてまいりますので、ぜひね、最後までお付き合いください。ということで、僕のチャンネルでは365日、3年間休まず、仮想通貨のチャートを追い続けてきた僕のチャート分析をメインに、その時になったリアルタイムの仮想通貨にまつわるニュースなどなど楽しくお送りするチャンネルとなっております。仮想通貨に興味がある仮想通貨の投資を始めてみようかな。FX ね、やってるんだけど、チャート分析に自信がないんだなっていう方はですね、ぜひ僕の動画を日々見ていってもらうことで、僕と同じレベルのチャート分析はね、すぐできるようになるよっていうコンセプトのもと、動画の方をお送りしております。ぜひですね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して応援の方よろしくお願いいたします。ということで、さあ早速ね、始めていくんですけれども、まずはね、いつも通り余談から始まりますが、昨日の晩はですね、10時頃から、あのね、専業トレーダー、カントさんと、狩りに、行ってましたよ。チャートを狩るわけではなくね、モンスターを狩っておりましたね。はい、ということでですね、いや、かなり楽しい2時間ぐらいだったかな。はい、もう、カントさんがですね、これちょっといじっているかわからんけど、まだ、ランク3位やったっていうね、僕とですね、あとカントさんのお友達もう一人とね、やったんですけど、僕とカントさんのお友達は、ハンターランクがね、100ちょいぐらいやったんですけど、カントさんだけ。一桁かいって言ってね、僕とそのね、お友達の方と二人で協力して、カンドさんを成長させるっていうね、ことをやっておりましたよというところで、いや、楽しかったですね。ぜひですね、もう皆さんともね、狩りに行きたいなっていう気持ちはありますのでね、ぜひそのタイミングがあれば皆さんとね、ちゃんとニンテンドースイッチと、モンスターハンターライズをね、準備してお待ちいただけたらなというふうに思いますよ。はい。あとですね、昨日、おとついかな、ツイッターで、僕がね、7630がね、マジで硬かったんですよ。チャンネル登録者数ね。もうずっとね、33いったと思ったら、25になって、32、26みたいな、3歩進んで3歩下がるみたいなことをずっと繰り返してたから、ツイッターでね、たまらずですけど、7630の壁がめっちゃ硬いと、ね、ビットコインで言ったら 6万ドルぐらい硬いわ、みたいな話をしたんですよ。で、1万人ね、チャンネル登録者数1万人超えの人、マジ尊敬するっていうコメント、ツイートしたところですね、だいぶ遅れて、昨日かな、歌わんかったら増えるでってね、ツイートが来たんです。わからんでもない。けど、歌ってるからここまで来たんですよ、僕。逆に言うとね。僕は歌うからこそ、皆さん7600人の方が登録してもらえたと思ってるし。はい。で、もしよ、ここでね、1万人が行きたいがためによ、僕がね、そこにこびて、もう真面目に、今日のチャート分析を始めます。ペコリ。とかやってたらね、減るんやわ、チャートね。やし、ここで僕がこびて1万人いったところで、僕がそもそも嬉しくない。で、なおかつ、ね、今までこうやって僕をね、もう初期の初期からね、ずーっと子さんで登録し続けて、動画を見続けてきて、ね、歌が好きって言ってくれてね、来たね、その7600人のうち、だいたい5人ぐらいの人に失礼。もうその人たちのためだけに僕はもうこのまま歌い続けていこうと思ってる。で、このまま歌い続けたまま、チャンネル登録者数1万人にね、到達したいなと思います。はい。でね、もうここで、もうとりあえずね、一旦とりあえず7630超えたんですよ。50まで、60かな ?50、60ぐらいまで行きました。50、60喜んでまで行ったので、ここですね、早速、歌っときたいなと思います。皆さんにね、感謝を込めましてね。ありがとうを込めて歌った、この気持ちに嘘はないと、さよならが教えてくれた、離れるのは距離だけと。ということで、本当にね、皆さんには感謝しておりますので、このまま僕はこのスタイルを貫き通したままで、ね、最高の1万人の景色を皆さんに見せたいと思いますので、ぜひね、これからも引き続き応援の方よろしくお願いできたらなというふうに思います。はい、ということで、いい感じでオープニングが撮れたので、テイク3でございます。はい、ということでね、ニュースサイトに行きたいなと思います。今日もいつも通り、気になるニュースが1件、時価総額ランキング見て、ビットコインの円建て、チャート分析して、ね、ドル建て、移動します。で、ビットコイン、イーサリアム、リップル、ね、エナちゃん、トトちゃん、ユニちゃんで、ここで噛んだらせっかくのいいオープニングまた撮り直さなあかんから、ね、ここはもう一旦、スルーしますけど、6銘柄やっていきます。で、バイビットのチャート使っていきます、ドル建てはね。で、バイビット今、リップルのキャンペーンやってます。完全に真っさらの口座、作ってもらった場合は、もう本当に、いくらでもリップルをね、入庫してくれたら、まず3000のボーナスがつきますよと。で、20万以上の入金、これはね、2回目以降の方も、対象となります。20万以上の、入金で5000円だかな。で、
100万以上のリップルの入金で、2万円の、リップルのボーナスがもらえます。で、ビットコインと昨日も言ったけど 0.002 みたいなね、あのすごいちっちゃなボーナスですけど、リップルやと何百リップルみたいなもらえちゃうから、あのぜひですね、お得感もあるし、ぜひこの機会にね、あのリップルを、ゲッチュしていただいて、講座をね始めていただけたらなというふうに思います。で、講座解説は動画のね概要欄一番上に、バイビットの講座解説 URL っていう、貼っておりますので、そちらから、講座の方を解説していただけたらなというふうに思いますよ。ということで、広告も挟みましたが、本題に入っていきたいなと思います。はい、本題ですね。僕がね今日の気になるニュース、まあ新着で入ってきたニュースですね。あくまであの今日新着で、今日付要は15日に入ってきたニュースを、基本的には紹介しておりますので、最新ニュースとなります。今日のですね5月15日朝の8時に入ったニュースですね。2時間前ぐらい。はい。で、リプル訴訟ね、の取り下げを要求と、ね、3万超えの署名を集めた、請願書といいます。これね、まあ、市民たちに与えられた、まあ、権利というらしいんですけど、まあ、そういう裁判所とかにね、とかその、当事者の人に、まあ、お願いできるよと、署名集めたりとかするとね、そういう権利があるんですけど、それを使ったよと、請願書を SEC 長官に、提出したよというところでございます。まあどうなるか分からんで、提出しただけなんでね、取り下げるのかどうか分からへんけど、一旦ですね3万人超えの人がね、3万人超の人がリップルもうやめてよんっつって、もう行く条件ちゃうからやめてよんって言ってるわけですよね。3万人超えの人が、それはね SEC 長官さんもどうしようかしらってなるわけですよ。はい。で、まあ一応ね、まあまあ、噂ですよ。噂程度では、まあ、一応どっかで取り下げるんじゃねえと、和解するんじゃねえのみたいな話はずっとふわふわふわっと浮いてたので、まあ、ある意味大義名分としては、ここで取り下げるっていうのは、まあ、ありよりはべり、まそかりかなっていうところなんですよ。なので、取り下げるかもしらん。で、ここにも書いてあんねんけど、どこだったかしら。ここね、私の予想ではこれ、ごめんなさい、誰かっていうと、リップルの裁判に精通する、ジャーミー、ホガン弁護士ね、弁護士さんは15日に動画を投稿して、今後の、展望について以下のような見解を示したと。で、私の予想、これ、ジャーミーさん、私の予想では、もし、新たに、SEC 長官に、就任した、ゲンスラー氏が、訴訟を取り下げるのであれば、これから2週間で実行に移すだろうと。まあ、2週間ぐらいでは結果が出るよと。で、もし取り下げなかった場合は、ね、6月まで裁判が続くようであれば、要は6月ですね、2週間後は。6月まで裁判が続くようであれば、全体制の SEC の訴えを、ゲンスラーも支持すると見られると。要は、ここから先もまた長期化しちゃうよっていうことで、なんですよね。だからリップルあまり良くないのかなっていう感じ。まあけど、もし取り下げられたのであれば、リップルやばいんじゃねつってね、やばいんじゃねつって思ってるわけですよ。なので、まあこのニュースはね、引き続き追っかけていきますので、ぜひね僕の動画も引き続き追っかけていただけたらなというふうに思いますよ。はい、以上そのとこですね。はい、というわけで、時価総額ランキング見ていきます。全体的にはね、真っ赤かね、全面高という感じですね。まあ、全面安がね、来た次の日っていうのは大体全面高になったりするんですけど、はい。まあ、一応、一時的な反発っていうのもあったりするのでね、はい。まあ、多少ね、やっぱりその、先に上がってた分に関しては、今、プラマイゼロであったりとか、ちょっとマイナスになってたりとかもするけど、基本的な、大筋では、全面高かなというところでございます。はい。で、ビットコインは、まあ、プラスほぼゼロかな。プラマイゼロ。なんですけど、まあ、イーサリアムはプラス 6%、45万円というところ。はい。で、これね、僕、ちょっと昨日、おとついの動画やったかなって言ったと思うんですけど、もう間もなく 0.1 ビットコインやんと、イーサリアムが。だから、これはあるよね。ビットコイン下がってくる、リップル持ちこたえるからクロスして、で、0.1 ビットコイン達成もあるし、このままビットコイン下げ止まるけど、リップルじゃない、イーサリアムが爆上がりして、0.1 達成もあるし、結構いろんな方向があるかなっていうところなんですが、もう本当に間もなくね、大台ですよね、0.1 ビットコインっていうところで言うと。もう本当にいいけど、これあるよ。これある。と思ってる。まあ一応、その仮想通貨にね、精通してる人たちから言えば、ね、あくまでやっぱビットコインやと王様は。これが覆ることはないっていうことも言ってますけど、もうここまで来たらなくはないよねってなるよね。時価総額で言ってももう約半分イーサリアムが占めてるわけやから、ビットコインのね。だから、あんじゃねえのとか思いながらね、見ておりますが、だからイーサリアムが10万円とか言ったら、もう多分えぐいとなるよね。って思って、まあまあ、その10万いく間にビットコインも同じくして上がってるので、それでまあ、ね、ひっくり返るっていうことはないと思うんだけど、
まあどっかのタイミングでね、どっかしらのタイミングでビットコインが落ちることがあれば差し返すなんてこともなくはないんじゃないかななんてちょっと期待を込めつつですね、見ております。はい。でバイナンスがプラ 2.5 で同時じゃん、頑張ってますね。また、16% だから結局これね、あの同時終わり、オワコン説めっちゃ流れたやん。で同時なんか買うなよみたいな動画が山ほど流れたよね。危険だみたいな、危ない危ないっつってね、やめとけやめとけって言われたけど、やっぱり結局考え方によれば総悲観ね、悲観は買いだというところで考えたら、一時 30% ぐらいまでプラス上がったんですよね。だからその売り抜くのであればよ、ガチホやともしかしたらしんどいかもしれんけど、売り抜くっていう説であるのであれば買っててもよかったんじゃねえのってなるよね、ここはね、うん、まあこれはけど本当に人それぞれの見方によって変わってくるから、うん、その一時的な上がりを取れない人、要は利確ができない人だと、ここで取ってしまうと一時の戻り売りが発生した時に一気にね含み損であったりとか、現物がね本当にゴミくずになってしまったりとかもするから、まあそのあたりちょっと難しいポイントであるけど、売り抜けるのであればポイント、あのチャンスやったんかなという感じですよね。はい。でカルダノちゃんね、ずっと頑張ってますね、 7% プラス大きく上がってますね。でリップルちゃんもなんとか頑張って踏ん張ってます。150円台残してます。これほんまね、あのもうほんま僕口を酸っぱくしもうずっと言ってる、言い続けてるけど、リップルが今この150円におるっていうこと自体がすごいことなんよ、本当に。これ3年間見てきたから言えるよ。うん。もうリップルなんてもう、上がったら上がっても下がんねんから。それをちゃんと残してるっていうところは評価してほしい。そこに関して言うとね。はい。まあリップル社がね、多分今ね、下手なことできひんっていうところもあるんかもしらんけどね。そのあたりはちょっと分かれへん。だから裁判が終わったら、一気にね、また通常値というか、元の値段に戻る可能性もなくはないかもしらんけど、まあ、とりあえず今のところは150円キープと。で、ドットちゃんもプラス 12% と。結構大きく上がってきてますよっていう感じですね。まあ一応エンジン見とこか。なんかもう、惰性で見る感じになってるけど。エンジン見とこか。233円。演奏してる。エンジンだけにブンブンつってね。BKB ブンブンつってるけど。全然 BKB ちゃうけど。一応ですね、230円ね。厳しい。で、下げ止まってる感も今んとこはね。まあ一応ね、その、まあビットコインと同じくしてですよ。まあビットコインのチャート分析見てもらったら、大体まあ、同じような形で、分析してできるかなと思うので、まあ、そこはトレースしてもらったらいいかなと。価格帯だけね、移行してもらったらいいかなと思います。はい。まあ細かくはね、ビットコインに言うけど、まあこのね、4時間足レベルで、逆三尊、おつんつんチャート出そうよねっていうところが、まあ注目点かなというところです。はい。で、まあ上はね、もう本当に、レジスタンスラインだらけなので、そこをいかに抜けてこれるかっていうところが、まあ、注目ポイントになってくるので、まあそのあたりはね、ちゃんとチャートを出してる方は線引いたりとかして、で、その線を元にね、チャートを分析してもらえたらと思うんですけど、まあ基本的にはね、ネックラインがだいたい230、40円付近かなぐらいがネックラインになってくると思うので、このおつんつんチャートでね、なのでここをぶち抜いてくるんやったら、結果的には、短期線も上に抜け入れてね、でなおかつそのまま上昇してくるのであれば、4時間足レベルでは短期線が上向きます。で中期線が若干下は向いてしまってるんですけど、まあある意味でいうゴールドクロス、ゴールデンクロス、ゴールドクロス、セイントセイヤーということでね、少年はみんな言うてね、言うことが起こりうるんじゃないかなっていうところで、気持ちのいい、チャートも見れるんじゃないかなっていうところでございますので、そのあたりを注目しておかれるといいんじゃないかなというところでございます。はい。では続きましてがビットコインですね。まあほぼ、さっき言ったのと同じこと言っちゃうねんけど、まあ昨日も言ってましたよね。うん。一旦ですね、下げ止まったような形に見えますよと。で、中期線でね、裏タッチングロペスで支えられてますよと。はい。で、裏タッチングロペスがだいぶね、浸透してきてますが、過信しないようにね、誰にでも伝わる、言葉ではないです。投資用語ではないです。有機語でありますので、そこだけしっかりと、はい。理解した上で、使用はですね、用法、要領を守って、お使いいただけたらなと思います。はい。裏タッチングロペスのパンパース買いが誰にも通じると思うなよっていうことでね。まあ通じたら嬉しさはわかるよ。うん、ああっていうね。急に友達になれるみたいなことあるかもしれないけど。通常ではないので、標準語ではないので、お気をつけくださいというところですが、まあ一応ですね、裏タッチングロペスで支えられて、で、こっからのパターンとして2パターン言ってましたよね。もう1段階下がってきて、ダブルボトムを作って、上昇してくるパターンと、で、ここにね、おつんつんチャートができて、これも同じく下げ止まるパターンですよね。チャートパターン、が出て、上を目指していくよというところの2パターンを考えておりましたよというところでございます。はい。で、今現状ですね、見た感じでいくと、まあ一旦ですね、もうマサの式、マサオカ式ですね、ここが。一応ね、マサオカ式やめないでっていうね、コメントもいただきましたので、一応やっておきますけども。はい。
ここがですね、おつのぞチャートが出てきました。はい、で、下髭をつけて、しっかりとね、前回の安値部分で下げ止まってますよっていうところですね。はい。で、ネックラインでいくと、560万円付近かなっていうところですね。このラインがネックラインになってきますよというところでございます。はい、なので、エントリーしたい方で言うと、で、リスクは嫌いな方であれば、一旦ですね、このネックラインを抜いてから、ブレイクアップ、Wake me up!朝の太陽ということでね、ちょっといい感じで歌ってみた。これね、朝の太陽目覚めさせる、お疲れた場に目覚めさせるのであれば、一旦このネックラインをぶち抜いてからね、ここブレイクアップしてからを狙っていく方がいいかなと。これこそまさしく正岡式2回言うよ、大事なことやから。裏タッチングロペスね、このネックラインを裏タッチしてきたところをパンパス買い、押し目買いですね、押していくのがベターかなというところでございます。リスクも低く、エントリーができるかなと。リスクリワードもいいと。ただ今現状がもしね、この3ゾーン、おつんつんちゃんと逆三ゾーンをもうイメージしてるのであれば、ここで買っててよかったんですよね。なんやったら今でも買いなんですよね。うん、なので、まあ、この辺りは含み損に耐えれるのであれば今持っといて、で、ネックラインですね、ネックラインじゃない、左玉玉の先っぽぐらい、540万円割れで損切りするぐらいのつもりで、一旦チャレンジはしてもいいのかなと。ただ、一応ですね、560万円というところがネックラインになります。俗に言う、おつんつんチャートの否定型ですよね。おつんつんチャート否定型が出てくる可能性も加味した上で、560万円は一旦の利確検討ポイントとなるかなと。はい。で、続きましてが、こちらですね、短期線。短期線がズゾーンって垂れ下がってきてますから、この短期線付近でのレジスタンスもあり得ると。次が、570万円かな。ちょっと10万円幅ずつなんで、ちょっとね、チャートをよく見ている人じゃないと、なかなかこう取りづらいかなと思うんですが、短期線での抵抗っていうのもよくあるので、ここは注目しておいてはほしい。うん。で、続きましてが、やっぱ600万でいいかな、次が。うん、600万ですね。うん、もう一個か。ここも行っとこうか。580万円。なんで10万円幅ずつ、560万円、570万円、580万円と。この付近がやっぱりちょっとね、レジスタンスラインとして、生きてきそうなラインではあります。な、要はさっきのね、エンジンでも言ったけど、もうこっから先は一旦下に突き抜けてしまってるから、もう山ほどレジスタンスラインがあるんですよ。で、皆さんがじゃあどういう状況、どういうイメージで、ポジションを取ればいいかっていうと、もうみんなはですね、みんなはですね、もう、アムロレイヤーと自分のことを思ってください。で、リックドムが攻めてきた時のアムロレイヤー。おう、ビームライフルでね、もう1つ、2つ、3つってね、リックドムを落としていくんですけど、その時のアムロレイヤーと思ってください。まず1つ目のね、リックドムが560万円ですよ。ね。で、次の2期目のリックドムがね、570万円。ね。3つ目のリックドムが580万円。ね。みんなはこう、ビームライフルから構えて1つ、2つ、3つってね、楽しみながら、エントリーしてもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい。で、やっぱりレジスタンスラインっていうのはあくまでやっぱ抵抗される可能性があるラインではあるので、そこでの利確検討っていうのは忘れずにしておいてください。もしくはストップ値をもし目を離さないといけないのであれば、例えばですけど縦値までストップ値を上げておくとかね、その一旦抵抗ライン抜けた後はその抵抗ラインの下までストップ値を上げておくとか、損切りラインはしっかりと入れておくとか、そういうね、補助的なことは忘れないようにしておいてください。目を離す場合はね、もう俺は目を離さないと、もうトイレ行く時も携帯でもうチャートを持っていくんだとね、いう方は別にね、そこまですることはないと思うんですけど、まあけど急落する時って一瞬でもうほんまに瞬きする間に落ちていくこともあるから、うん、なのでそのあたりはしっかりとね、入れておくことは僕とね固く約束していただけたらなというふうに思います。はい。で、最終的にもうこっから先は一旦上見ていいよと、一安心できそうやなっていうのがやっぱりずっと言ってますけど、600万円よ。うん、600万円はずっと言ってる。この黒い線がね、キュッてなってますよね。梅干し食べた時の口ぐらいキュッてなってますよね。ここがやっぱり集中してるってことは、それだけ意識されやすいライン、誰が引いても要は抵抗体となりそうなラインではありますので、まあこの600万円付近っていうのは特に注意が必要と。それまでの、リックドムからすると、ビグザムぐらいのね、うん、ビグザムぐらいの強さはあるんじゃねえかなっていう風な形になりますので、サザビーまではいかん。サザビーはね、ビグザムぐらい、の感じではありますので、このあたりのビグザムにはちょっと注意が必要であると。
はい、3つリックドームを落とした後はビグザムが控えているというところではございますので、そのあたりはしっかりとね注意はしておいてくださいよと。はい、ただ、さっきも言った通り、逆三尊否定型もしくはこれが戻り高値で、でしかもですね560万円超えれなかったなで諦めて売られるパターンっていうのも全然ありますので、もしね大きく下、ショートを狙っていくのであれば、これは僕ですよ、僕の考えでは、510万円割れからは大きく下がってくる可能性があるので、ショートを取っていってもいいのかなっていうところ。はい、で逆に言うと、さっき言ったみたいにこの560万円というところが逆三尊の否定型の起点にもなりますので、どうしてもショートが取りたい方は560万円を背に、ショートっていうのはありかなという感じではございません。はい、これはもう皆さんのね、トレードスタイルによって変わってきますので、僕の情報をいかように使っていただいても、ご自由にお使いいただけたらなというふうに思います。はい、いうところでございます。では続きまして、ドル建てに行こうかなという感じでございます。よいしょ。はい、ドル建てね、ビットコインからいきましょう。同じく4時間足出ております。まあ見方はほぼ一緒っていうか全く一緒、うん、今はねそこまでドル建てと円建てでね、あのズレがないので、まあ同じくしてここのね逆三尊おつんつんチャートを今僕は注目しておりますよと。で、ドル建ての価格帯、ネックラインの価格帯でいくと5万1000ですね。5万1000がネックラインになっておりますので、ここを抜けてくることによってちょっとね一時的な大きな上昇っていうのは見れるかなと思います。でもさっき言ってたね、あのじゃあドル建てのリックドームどこにおんのっていうところ、もうリックドームって言っていいのかはちょっとよくわからんけど、まあ僕はこういうスタイルでやってるのでリックドームでいいでしょ。リックドームがどこにおんのっていうところですが、リックドーム1期目、1期目が 5万1000ですね。さっき言ったところ、ネックラインが1期目で、2期目が、EMA の25ですね、がここにあるので、だいたい5万2000ぐらいかな、うん、5万2500ぐらいまでいってもいい、その時のね、あの上がり方によっては変わってくるけど、5万2000ぐらいにしとこうかな。5万2000、約5万2000が、2期目のリックドームで、次のリックドームが5万3000ですね。5万3000強って感じかな、うん、ここはもう水平線なので変わりませんが、うん、水平線なので変わりませんが、5万3000強、5万3300とか400ぐらいかなというところ。はい、で、ビグザムですね。ビグザムがいるのが、ソロモンですね。ソロモンが、だいたい5万5000、5万5000切り前やしね、ここはちょっとやっぱり注目しておかれる必要があると。600万円と同じくして5万5000ドル、円建てでは600万円、ドル建てでは5万5000ドル、このあたりが、最終局面になってくるのかなと、はい、いうところでございますので、このあたりはしっかりとね注目しておかれるといいでしょうという感じでございます。ここ抜けた後はもうよ、うん、もうあの逆襲のシャーまで走っていくだけやから、はい、ちょっと仲間になったりとかね、シャアが仲間になったりとかいろいろしながら走っていくだけやから、話題、あのストーリーがね、はい。で一応ね、もし、このね5万1000要は1期目のリックドームで、ガンダムが落とされた場合は、一旦ですね、下には落ちてくるかなと思いますが、最終防衛ラインがやっぱりね中央線かなと思うので、4万7000を明確に、実体でよ、ロウソク足の太いところね、うん、ローソク足の本体のところが、4万7000を割ってくるのであれば、僕は目線を切り替えざるを得ないかなと、見ざる言わざる聞かざるかなというところではございますので、このあたりはしっかりとね、参考にしていただいて、皆さんのトレードに役立てていただけたらなというふうに思っております。はい、ということでイーサリアムいきます。イーサリアムがですね、よかばいね、すごい戻り方してますよね。ビットコインと戻りの強さが全然違うので、うん、今要は、ビットコインでいくとこの辺におるわけですよ。イーサリアムでいくところの3900ぐらいにおるわけですよ。で今4100でしょ、まあ、200ドルぐらいの差、うん、っていうと、まあ、ビットコインでいうところの2000ドルぐらい、約2000ドル強ぐらいの差があるって感じですよね。戻りの強さでいくと、感覚的に、これは感覚的な話よ、あの別に実際に、数式で出したわけじゃないから、僕の感覚的な話ですが、2000ドル強ぐらいの差があるかなと、戻りの強さでいくとね。はい、で、一旦ですね、まず一つ目、これもね綺麗な、やっぱりね、もう裏タッチングロペスっていうのを今年のね、あの投資ワードの流行語大賞にノミネートしてほしいなって思うぐらいやけど、これね本当綺麗にね、高値、このね高値の切り上げラインをね、ズバーンと引いてくると、まあ一発サポートもされてます。要はレジサポが転換されてるラインね。でここはもう抜けてしまってるけど、実際ヒゲではね、実態では抑えてるというところでのここですよね。
裏タッチングロペスのパンパース買いが起こっているというところですよ。はい、なので安値の裏タッチングロペスもそうやし、高値の裏タッチングロペスもそうやしっていうところで、やっぱりこういろんなラインを引けば引くほど目標点でというか、エントリーするポイントっていうのは、多くなってくるかなと思うんですけど、その分やっぱ精査はしないといけないけどね。例えば1時間足に落とすとか、30分足に落とす、15分足に落として、エントリータイミングを測っていかないといけない。細かくエントリータイミングっていうのを測っていかないといけなくなるけど、まあこういった目標を見つけて、でそこからまたさらに分析、細分化していくっていう形で分析していくと、精度がねどんどん増していきますので、このあたりはまあぜひ参考にしていただけたらなと思うんですけど、まあ今現状裏タッチングロペスで、なおかつねこのピンクのゾーン、これね1時間して見てもらったらねよく分かりやすいんですけど、よいしょ、ここですよね、これがね効いてるんですよ、このピンク。ここね、まずはこのここのおつんつんチャートで、この上昇を作ったおつんつんチャートのネックラインになってたところで、プラス一旦落ちきった後に戻ってきてダブルトップをつけた、今度はレジスタンスラインですね。要はここで、レジスタンスされた、ラインが今サポートラインに変わってると、サポレジ転換、レジサポ転換が起こっているというところなので、だから僕の中ではここは強いのかなっていう感じで、やっぱり結局ね強いのかなっていう感じで見ております。はい、で、じゃあ、イーサリウムちゃんはどこが、どこ落ちから、下目線になるのかって言われると、あのねイーサリウムに関してはかなり強いんですよ、正直。なのでちょっとね僕深めに予測してます。イーサリアムが落ちた時に怖いライン、要は下目線に切り替えないといけないなっていうラインが、今年のね4月の25日の20時の安値から、もうちょい、あ、そうやね、20時の安値から、今月5月の13日、昨日、おとついかな、おとついの16時につけた安値、ヒゲ、の最下端ですね、をつないできてもらったところの、今赤いラインで出てるラインね、ここ。この赤いライン。この赤いラインを割ったら下目線に切り替えようかなっていう感じで僕は考えてるので、なので、3600を明確に割ってから、僕は、イーサリアムは下目線に切り替えていくかなっていう感じで考えておりますので、このあたりはぜひ参考にしてみてください。そうなった場合ね、4時間足レベルの上昇雲を下抜ける形にもなるので、まあこのあたりは合理的かなというところでございます。はい、なのでこのあたりを参考にしつつ、これを背にね、例えばですけど、高値の切り上げライン、安値の切り上げラインを、ぶち抜いてきたところの裏立ちの ロペスを背にね、買っていくのか、はたまた直近の高値の切り上げラインを背にねロングで入っていくのかっていうところは、まあ皆さんのねトレードスタイル、耐えれる、損失にもよりますけど、どこまで耐えれるのか、損をね、含み損をどこまで耐えれるのかっていうのにも関わってきますが、戻り売りじゃなくて、これなんて言う、なんて言うんだっけな、忘れてしまった、日本語を忘れました。はい、落ちたら、落ちた分だけ、売っていく、違う、買っていく、形で、上がってくる、上昇するのを待てるのか、それとも一旦損切りをしてしまって入り直すのか、これはまあ人それぞれやり方があるかなと思いますので、それはね皆さんのトレードに、割り当てて、考えてもらえたらなというふうに思います。はい、なのでとりあえずイーサリアムは僕は、今のところ上でございます。上で考えてますよというところです。上が強いという感じね、上 100% っていうことは絶対ないので、あくまで上が7、8ぐらいで、下が2、3ぐらい、で考えておりますよっていうのを、僕は今上が強いよっていう言葉で表現しておりますので、ここは別に買い煽りでも何でもないので、そこはね間違いないようにしてください。投資は自己責任で。はい、ということで、リップルいきましょう。リップルもね、これね、マジでね、このね、高値の切り下げライン引いてる人は、まあ、僕の動画を見てくれてる人、まあ、もしくは普通に引いてたら引けんねんけどな、誰でも引けるラインやねんけど、は、もう、ドンピシャですよね。やっぱ、バッキバキで効いてるんですよ、ここ。なので、リップルは、ここ抜けないと、上は見れないかなっていうところなんですが、今現状がですね、4時間足ね、これ、4時間足の、ここですね、ダブルボトム型のおつんつんチャートが出そうな雰囲気が、してるんですよね。はい、で基本的にはやっぱりね、左玉に対して右玉の方が少しちっちゃめになりやすいよっていうセオリーもあったりします。はい、なので、ここからこういう形で、右玉を作りに来るのであれば、おつんつんチャート形成で上っていうのは目指せるかなと思うんですが、結局この安値の切り下げライン、高値の切り下げライン、ここを抜けれないと、僕は上やとは言えないので、でしかも僕が言ってたところですよね、チャンネルの上限と、高値の切り下げライン、
ここが交わってるポイント、やっぱここは抜けないよねって言ってたところで綺麗に上髭陰線が出てる。これがやっぱりね、あの気持ちいいのところなんですよ、あのチャート分析してる上でね。うん、これがトレードで買ってるかどうかっていうのはまた別よチャート分析してる上で気持ちいいポイントっていうだけ、はい、ですが、きっちりと抑えられたと。はい、ただ一応ね、その下げたところから、また、陽線を2つつけてきてるので、だいたいね 1.4345 って考えようか。うん、あの分かりづらくなると思うので、43とか42とか言うとね。でしかもバッファーも欲しいので、僕も、バッファーも欲しいので、1.45、 ここを抜けてきたら、上かなと。要は、ビットコインでいうビグザムがいるところね、はい、を抜けてくるんじゃないかなっていうところでございます。はい、ただ、このね、高値の切り下げラインに抑えられ続けるんであれば、まだ未だね、この、下降トレンドっていうのは継続だよっていうのは忘れないようにしておいてください。今トレンドは、下降トレンドです、4時間レベルでね。ここはしっかりと忘れないようにした上で、次どこでロングを取っていくのかって考えると、ここを抜けたところだよっていう風な、ご案内でございます。はい、なので逆に言うと、この高値の切り下げライン今ちょうどね付近なので、ここでショートを打っていくっていうのをやったら、僕は全然ありやと思いますよ。全然ありやと思う。それはもう人それぞれのやり方があるので、そこは人それぞれのやり方、自分のやり方っていうのに、合わせてトレードはしてもらえたらと思います。あくまで僕は自分のチャート分析を伝えた上で、そこをね、あの目標として、指標として、自分のトレードをしてくださいねっていうのがチャート分析です。はい、ということでね、続きましてがエイダちゃんいきましょう。はい、エイダちゃんがこれね、ちょっとね面白か場合なんですけど、よいしょ、これがね、このチャンネルが、あ、今上抜けたな。これ強いよね、エイダちゃんめっちゃチャート分析的にも強いんですよ。で、あのいろいろコメントいただきましてありがとうございました、エイダちゃんに関してね。要はイーロンマスクがビットコインを、取り扱いしなくなった理由が環境に良くないよっていうところで、エイダちゃんとかリップルに関して言うと環境にそこまで悪くないよというところもあって、で、まあ、イーロンが目をつけてるんじゃなかろうかっていう、まあ、期待値ですよ、込みで上がったんじゃねえのっていうところなんですが、まあ、これに関しても、まあ、確かにもしかしたらトリガーぐらいにはなったかもしれない、うん、まあ、けどトリガーって言っても水鉄砲ぐらいよ。イーロンマスクはもうバズーカのトリガー引いたけど、ね、ロケットランチャーぐらいかもしれんけど、トリガー引いたけど、水鉄砲のトリガーぐらいかなっていうぐらいの、ファンだと思ってます。よりも、あくまで、チャート形状が良かったから、テクニカル的に上がったんじゃねえのっていうふうに僕は見ておりますよというところは、押さえておいていただけたらなというふうに思います。で、それなんでかっていうと、これね、改めてね、チャンネルをね、もう一段下に引いてみたら、綺麗なチャンネルがね、引けるんですよ。ここが上限ですね。上限ビタビタと。で、下限もビタで効いているところもあると。で、なおかつね、僕の、チャンネルのね、一つの、まあ、定義としては、中央線もちゃんと効いてるかどうかっていうのが結構僕の中では重要なんですけど、まあ、これに関して言うと、中央線もきっちりと効いてるっていうところを考えると、このチャンネルであると。はい。で、今このチャンネルを4回天井ぶつけてきて、で、中央線でサポートされて、もう1回来てるわけですよ。こう考えるとね、やっぱテクニカル的にというか分析的にもやっぱ強い。で、今なおかつ上抜けてきている。ここでもし、上髭陰線で固まらないのであれば、1時間足レベルでね。今1時間足ですよ。1時間足ね。4時間足じゃないよ。1時間足レベルで上髭陰線とかで固まらないで、このまま陽線を伸ばすのであれば、僕はね、今ね、もう2ドル乗っけてきてんねんけど、昨日でも言ってた2ドル超えてくると強いよっていう話はしてましたけど、2.3 ドルとか、この辺までは全然余裕でありえるんかなっていう感じですね。うん、なので、こっからの強気な上昇っていうのは、まだエイダ続くんじゃねえのっていうチャートには見えますよというところでございますので、まあ、このあたりね、もしかすると皆さんに動画が届く頃には、上がりきってる可能性はあるけど、強いんじゃねえかなっていうふうに思ってます。はい。で、もし、その1時間足レベルの、2時の、ローソク足ですね。5月15日2時のローソク足が、上髭陰線で終わってたら、上限の線で、抵抗されて、下限まで落ちてくる可能性っていうのが出てきますので、その時は 1.7 割れ、1.7 割れから、下目線に切り替えかなという感じでございます。というところで押さえておいてもらえたらなという感じです。ほい。で、続きましてがドットちゃん。ちょっと待ってよ。ドットちゃん見ていきましょう。ドットちゃんがね、今47ドルでございます。47円って言いそうなったわ。はい。で、ドットもね、強いんですよね。ドットは強い。で、ドットはもう完全に、ね、抜け切ってるので、あとはサポートラインだけですね。まず一つ目のサポートラインが44ドル。直近の、最高値ですね。直近最高値から、
水平レイで引いてきたところが、1つ目のサポートラインかなっていうところ。まあ、今現状ね、この46ドルが、バイビットに上場されてからの最高値なので、このあたりのサポートっていうのも全然ありかなと思います。ありえるかなと思いますが、ちょっと弱いかな。押し目的にはちょっと弱め。はい。なので、まあ、44ドルぐらいまで押し目つけてきてくれた方が、まあ、買いやすい。うん。これはもう僕の感覚的なものね。買いやすいかなっていうところ。で、次のサポートラインが、このね、アセンディングトライアングルをつけた、この上限の線ですね。要は、強く抑えられてたライン、41ドルですね。このあたりが最終局面かなっていうところ。ここまでは上を見ていけますよというふうに僕は見ております。ここ抜けからちょっと一旦下かなっていう感じで見ておりますので、ドットちゃんのチャート分析もちょっとね、参考にしていただけたらなというふうに思います。はい。で、最後はユニちゃんね。ユニちゃんがね、ユニちゃんも強い。うん。で、今現状はね、このね、下落に対してのフィボナッチを引いてきたところですね、だいたいね、もうね、0.618 まで戻ってきてるんですよね。786までいってるんか。うん。なので、やっぱかなり強いかなっていうところですね、0.786まで戻ってきたら、基本的には僕的には前年戻しは基本的に視野に入るかなと思うので、うん。で、今じゃあどこまで見ていかなあかんかっていうと、やっぱりね、直近高値ですね、44ドル抜けから、かなり強いのかなっていうところですね。うん、そうなった場合は、一応ね、ここがね、まあ、ちょっとね、縁が足らないんですけど、まあ、大きなダブルボトム的な形からの上昇になってくるので、44ドル抜け、ごめんなさい、44ドルじゃねえな。ヒゲが44か。実体でいくと43。43から44。この、実体からヒゲのラインですね。このラインをぶち抜いてこれるんであれば、かなり強く上がってくるんじゃないかなっていうふうに思ってます。逆を言うと、ここでのダブルトップっていうのは警戒はしておいてください。逆転の発想ってやつですね。うん。ダブルトップ、逆三尊じゃねえわ。おつんつんチャートでもねえわ。いろんな言葉出てくるな。お尻チャート、ダブルボトムからのダブルトップ、っていう逆転の発想は全然ありえます。うん、ダブルボトムを否定型ですね。そうすると基本的にはダブルトップっぽくなるので、まあそういった形っていうのもしっかりと頭の中には描いておかないといけないかなっていうところですね。はい。ただ強く、意識されるであろう、僕が引いてたレッドゾーンを今ね、ちょうど抜けてきてるので、動画を撮ってる間に。なので、僕の中では上ちょっと強めなのかなっていう判断を今しておりますよという感じです。はい。じゃあ、どこ割ったら下ですかっていうところなんですが、35ですね。35ドル割れから、下に切り替えかなっていう感じでは思っておりますので、今のところはどこで買っていこうかなっていうのを、見定めているという感じで考えていただけたらいいかなというふうに思いますよ。というところでございます。はい、というわけでね、今日は以上で終わりたいと思います。今日もね、動画最後までご覧いただきまして、どうもありがとうございました。はい。でですね、いつも通りですが、日曜日はお休みいただきますので、次の動画は、週明け月曜日でございますよ、というところでございます。はい。で、冒頭にも言いましたが、ただいまですね、バイビット、僕の今使っているチャートですね、めちゃくちゃ使いやすいチャート。で、なおかつ、トレード自体もめちゃくちゃやりやすい。初心者の方でもわかりやすい。で、日本語のサポートがついてる。僕がサポートするんちゃうで、ちゃんとサポートがあります。はい。そのね、カスタマーサポートを使って、日本語で、対応もしてくれますよ、というところもありますし、初心者の方にめちゃくちゃ安心で、取引高も抜群であるというところも含めてバイビットをお勧めしておりますが、バイビットが今ですね、みんな大好きリップルちゃんのボーナスキャンペーンやっております。まっさらの口座、僕のね、動画の概要欄のリンクから、口座解説してもらったまっさらの、口座であれば、1円のリップルでもいい、100円のリップルでもいい、大げさに言うとね、100円分のリップルを入庫することによって3000円分のリップルをもらうことができますよと。はい。で、20万円分で5000円分、あとは、金額に合わせてですね、ボーナスももらえますよというところの今ボーナスキャンペーンやっておりますので、ぜひね、どしどし、動画の概要欄見てもらって口座解説の方を、していただけたらなというふうに思います。はい。あとは、今月ね、またライブ配信、やっていこうかなっていう感じでは思ってますが、もうね、中盤過ぎたので、まあ末ぐらいに1回できたらなというふうに思っておりますので、ライブ配信はぜひね、期待しておいていただけたらなというふうに思います。というわけで、また次は来週の月曜日の動画でお会いいたしましょう。お会いいたしましょうか、言えなかったね。もう一回言っていいかな。では、来週の週明け月曜日の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。本日も最後まで動画をご覧いただき本当にありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちら、リアルタイムトレードの情報は Twitter のフォロー、質問や応援メッセージはオフィシャル LINE の友達追加もぜひよろしくお願いいたします。詳しくは動画の概要欄をご覧ください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。